はい、こんにちは。今日はですね、縦画面での撮影になってしまいますので、そこだけちょっとご了承ください。よろしくお願いします。1年ぐらい前から仲良くしていただいている YouTuber の方で、リバーズエコの小川さんという方がいらっしゃいます。その小川さんという方はまだお若いんですけども、バリバリやり手の社長で、なんか基板の回収だったり家電の販売をされている方なんですけども、まあ、その小川社長がとある元不謹慎系 YouTuber の方にパソコンを売ったらしいんですね、信用分割で。まあ、今時信用分割ってのもなかなか良心的なんですけども、まあ、その元不謹慎系 YouTuber、まあ、以後 A さんとしましょうか、まあ、その A さんがお金がないというので、まあ、信用したわけなんですよね。まあ、小川社長っていうのはもう熱血、真面目、実直をもう絵に描いたような本当に熱い男なんですよ。なんで自分すごく人間性が好きなんですよ、小川社長の。であまり詳しくはわからないんですけども、確かパソコンの値段が 4,5 万とか 5,6 万だったと思うんですよ。でそのパソコンを買われた A さんは最初の1回だけ1万円を支払って、まあ、要するにあとはバックレたと、まあ、そういうお話なんですけども、でね、ここまでの話だけでも本当にクズ野郎なんですけども、さらにその A さんがクズっぷりを発揮しているのが、小川社長のツイッターだったり LINE をブロックしていると、挙句の果てに電話も全く出ないと、まあ要するに本当にもう完全なるバックレなんですよ。それでしびれを切らした小川社長が先日 YouTube の方に動画を投稿されました。でその動画の中でも小川社長はすごく優しい言葉を投げかけていらっしゃるんですね。今すぐ払えとは言わないけども、ちゃんと連絡を取れるようにして筋を通してくださいと、そういうお話をされてるんですよ。まあ、本当に人間ができた素晴らしい人格者だなと思いましたよ。まあ、自分だったら家まで行ってすっちゃいますもんね、普通に。でそんな小川社長の気持ちを踏みにじるかのように、それでも A さんは小川社長に電話一本連絡をしてないわけなんですよね。電話一本かけてお詫びをするどころか、 YouTube に泣き落としの動画を投稿してるんですよ。大変申し訳ございませんでした、必ずお支払いしますって、もう今更なんですよ。今更謝られてももう散々踏切をしてるわけですから。でですね、そのコメント欄を見ると、信者っていうんですかね、視聴者の方々が甘やかしてるんですよ。まあ、あれは良くないですよ。まあ、人間としての道を踏み外してるわけなんで、まああいう時ガツンと誰か言わないとダメっすよ。まあ、そういう人間がいないんでしょうね、周りに。まあ、いないっていうか、言われても聞き入れないんでしょうね。でここまでの話でも相当なクズじゃないですか。でさらに続きがあるんですよ。なんとその A さんは支払いもせずに、もうしょっちゅうパチンコに行っていたんですよね。それを TikTok の動画に上げてたんで、もうすべて露呈してしまったわけなんですよね。もう爪が甘いんですよね、本当に A さん。でですね、こんな大ごとに発展してしまってるんで、小川社長の方に情報提供者がたくさんいらっしゃったんでしょうね、おそらく。でその TikTok の投稿が小川社長の目に留まることになるんですよ。そしたらもう小川社長は怒り心頭ですよ。まあ、そりゃそうですよね。冒頭でも言いましたけども、小川社長っていうのは正義の塊みたいな人で、ダメなものはダメと声を大にして言える方なんですよ。で実はですね、その A さんという方、うちのチャンネルでも何回か取り上げさせてもらったことがあります。まあ、例の旭川事件を取り扱ってた YouTuber の方で、何の関係もない方を加害者だと言って動画を出し続けてた方なんですよね。まあニュースにもなりましたね、それ。いまだにそういうなんか匂わせ配信みたいなのをやってるんで、まあ、まだやってんのかよと思って見てるんですけども、なんか俺には俺しか知らない切り札があるとか言って、なんかずっとその件を引っ張ってるんですね。まあ能書きはもういいから、切り札があんならさっさと出せよと思うんですよ。まあこの件はまあもういいんですけど、やはりですね、不謹慎な動画配信をしてる人っていうのは人間性も不謹慎なんだなと思っちゃいますよね。だって岡江久美子さんが
でお亡くなりになった時も岡江久美子の息子ですなんて配信してたような人間なんですよ。まあ、あとは YouTube なんで多少のやらせだったり演出は全然いいと思うんですよ。でも彼の場合はちょっとシャレにならない嘘をつくんですよね。車のガラスが割られたような写真を投稿して車上荒らしに遭いましたなんつって視聴者の同情を買うわけですよ。とんでもないですよね。でよくよく調べてみたらその画像は Google での拾い画像だったと。まあそういうことを平気でやる人間なんですよ。で実はこの A さんという方、自分何回も DM のやり取りをしたことがあるんですね。自分らがまだ登録者100人ぐらいの時で A さんが1000人ぐらいだったと思うんですけども、その時にコメント欄で声をかけてくださって、まあ、ちょっとやり取りをしている期間があったんですよ。まあ、その時もですね DM で俺は社長で1日に何万円もの金が入ってくるんですよなんて大ぼらこいてましたけど、でその A さんは数々の不謹慎系の動画を上げたことによって一回チャンネルがバンになってるんですね。でその後これからは真面目な配信を頑張っていきますなんつって旭川の問題に取り組んだわけなんですけども、まあ、そんな裏でですね人からパソコンを騙し取るような真似をして散々パチンコまでして、まあちょっと考えられないですよね。で、あの頃自分はこんな不謹慎な奴らがいじめ問題を取り上げて話をしてるのはおかしいと、まあ、そういう動画を配信してたわけなんですよ。まああの頃彼らにはみんな騙されてたんで、問題を取り上げるヒーローだったんで自分のところにアンチもたくさん来ましたよ。もうコメント欄も相当書かれましたよ。まあ今になって言いたいですけど、あの時俺にアンチコメントしたり俺を叩いてきた人たちどんな気持ち？そんな感じですかね。まあとにかくですね、悪いことをしたら謝る、借りたものは返す、買ったものはお金を支払う、これ当たり前のことですから、 YouTube で人助けをするだとか人のためになる配信をするだとか、まあ、そんなことはまず置いといて自分を正すのが先決じゃないんですかね。ということで最後になりますけども、この場をお借りして小川社長を本当に心中お察しいたします。で小川社長はですね昨年いろんなことがありまして、まあ、ずっと自分見てたんですけども、本当に心身ともに疲れていらっしゃると推察いたします。本当に何も力になれなくて申し訳ないんですけども、まあ、これからも小川社長の配信楽しみに拝見させていただきたいなと思っております。ということで今日は以上です。